はい、お待たせ。何か用かな。一瞬で現れたくせにくだらない冗談だ。それで条件は。そうだよね、気になるよね。ちゃんと覚えてたんだね、えらいえらい。条件は。せっかちだな、かなめくんは。条件は簡単。君には必ず立候補してもらう。必ず？対立候補は好きに決めていいよ。それだけか。うん、それだけ。でもさ、急がないと誰かが立候補しちゃうかもよ。そうか、それやられた時点でアウトってことなのかな、かなめくん。そうなったら取引はおしまい。君が諦めるまで何度でも記憶を消すことになるね。なかなかそれは確かに考えようによってはハードだよね。別に不都合はない。まあでも立候補をいち早くしてしまえばいいんだから、情報を得てって感じだよね。今はいち早く、どうせこちらから選ぶつもりだった。人数が減ってから動き出すというパターンも考えた。だがそれではコントロールができない。誰かに人間関係をぐちゃぐちゃにされた後、残されたものがどう動くかを予想するのは難しい。それなら最初からどの順番で消すか、こちらの手の中で決めておく。それが俺の目的のためには最も勝算の高い方法だった。そのはずだ。それで誰にするの？すぐに決める。もう少しだけ待ってろ。なんかかなめくんさ、他の人と話すときと口調が違わない？偉そうっていうか遠慮がないっていうか。まあね。そりゃあさ、年長者に敬語を使うのはわかるよ。一星くんとかしほりちゃんとかにさ。年長者？お前もそうなのか。あ、年齢の話はやぶへび？レディに年齢を尋ねるなんて失礼だって前にも言ったよね。もういい、黙ってる。うん、仕方ないな。今この時点で決めるべきなのは分かっていた。遅くなればなるほど他の誰かが立候補する可能性が出てくる。だがそう簡単に立候補できるものがあの中にいるとは思えない。確かにね、やりますっていう人いなさそうだもんね。しほりさんがちょっとミステリアスな感じがするから何とも言えないんだけど、選挙が進めば状況も変わってくるだろうが、今はまだリスクが大きすぎる。そのリスクを負ってでも立候補したいと願うのは、死の危険性よりも優先する何かがあるものだけだ。例えば俺のような。考えろ。誰から消す？いや、誰というよりもどのグループから消すか。そうだね、グループで考えた方がいいのか。考えた方が、そう考えた方がいい。選挙の中では匿名性が保たれるという話だが、俺が立候補していることは絶対にバレないとも限らない。人数が減ってくればそのうち気づくものも出てくる。確かにな、人数減るごとに気づかれちゃう危険性も高まるよね。まとめて消した方が後腐れなく次へ進むことができるだろう。そのためにあの9人をまずはグループ分けを行う。姫の身より、姫の有利、イスルギ道宗、彼らを仮に A グループとする。そして泉白秋、立宮アーシャ、立宮カーシャ、これを B グループ。最後にどのグループにも属さない3人、委員長実践、入園勝利、綾良伊月、これを C グループ。最も避けなければならないのは複数のグループが組んで俺たちを狙ってくること。それが本当にやばいよね、来たら。
選挙の中身次第だが反発を受けるような強引なやり方をすれば警戒されることになるだろう。それ以外にも俺たちが孤立するような状況はあるだろうか。それはそれでな、気になる。まず中途半端にグループの誰かを残した場合、 C グループを除き俺にグループ内の誰かを消されたと気づかれたら、別のグループと組もうとする可能性が出てくる。ただし今はまだ別グループと組もうとまでは考えはしないだろう。この中にアリスがいるかもしれないという疑惑が完全に払拭されたわけではない。次に別のグループの誰かを消したとすると、同盟の可能性はさらに高まるか。 C グループも疑われるだろうが、唯一欠けることなく残った俺たちグループも当然疑われるだろう。危険だと思える人物は早めに消した方がいいと、共通の目的を与えてしまう結果になる。ならやはり同一グループの中から順番に消していくべきだろうか。消されているのが自分のグループでなければ、生還を決め込むのが最も得策だとわかるはずだ。まずは3人、残りが9人になって、なおグループが俺たちを含めて3つならば、その頃にはその6人のことも少しは理解できているはずだ。 A グループ、 B グループなら人間関係を書きます。 C グループはおそらくその段階でも団結はできない。2つ目のグループを消せれば先は見える。そんなにうまくいくだろうか。イメージするんだ。いや、行かせなければならない。そのためにはどれだけ卑劣になろうと、どれだけ犠牲を払おうとも。まずは3人決めるのか。どれかのグループを消す、メリットは、デメリットは、順番に考えろ。 A グループ、姫の身寄り、姫の有利、イスルギ道宗、彼らは家族友人で結束が固い。 A グループを最初に選ぶメリットは、後々厄介になりそうな固まった3票を早めに消されることだ。今はまだ誰もが混乱している。いきなり1人消されれば急に修復は不可能だろう。デメリットは、逆に彼らが最後まで残ると確実に3票が俺にのしかかってくる。一番その可能性あるよね。残しちゃうと脳裏の票は数には入れられないため、こっちは俺と一花の2票だ。人間関係を崩すための時間が足りるかどうか。時間をかけて3人の関係性を崩壊することができれば、その差を埋められるだろうか。 B グループ、イスミ白州、タデノミヤアーシャ、タデノミヤカーシャ、彼らは正直まだつかみどころがない。双子がイスミ白州を慕っているのは確実だ。だがそれだけではない、何かがあるような気もする。まあ仕掛けてきそうな感じはするけどね。メリットはその不確定要素を消せること。双子のどちらかを消した場合、残りの2人は結束するだろう。イスミ白州を消した場合にも同様に、双子の恨みはこちらに向くだろう。だが2人だ。この段階ならそれほど怖くはない。デメリットは、人間関係を把握するだけの時間がないこと。表面上はよくある三角関係にも見えるが、そうじゃなかったら異常とも思える。双子のイスミ白州への執着が3人の関係を想像以上に複雑にしている可能性は、やはり時間がかかりそうだ。 C グループ、難易度高そうだな。ここが人情実践、入園勝利、アエラ伊月、彼らは正確に言うのならグループですらない。そこにつながりはないし、注意すべき点が現状一番少ないグループだろう。メリットはとにかく人数を減らせること。彼らを全部消して残りは6人。この3人は他の誰ともつながりがないし、消えたところで気にかけるやつもいないはずだ。最初に消したところで警戒される危険性が一番低いグループだとも言える。デメリットはメリットの裏返しでもある。後に響くよな。
消しやすいグループだけに最後まで残しておいても脅威になりにくい。最後まで残されたらさすがに団結してグループを組むことになるだろうが、メンバーにも難がある。アエラ・イズキは今まで周りに散々悪態をついてきたし、ウリゾのしほりは周りにほとんど興味がなさそうだ。死がかかっていれば変わろうとするだろうが、それでも急に他のグループのように一致団結はできない。一斉さんがどこまで動いてくるかによってきそうですよね、この辺は。アリス、もうさ、帰ろうと思ってたところだよ多分だいぶ待っててくれたんだろうな。まずはグループを決める。グループ?グループ、いや、こっちの話だ。その上で俺が最初に選ぶのは、ここで決めんのか。やっぱりどうする。ただね、俺の中では一応あるんですよ。最後に一斉さんたちをね、回そうかなって思ってるんですよね。だから C グループはまずないの。だから A か B なんですよね。いやー、一番最後に戦いたくないですか、一斉さんと、みたいなね完全になんかもう俺が悪役みたいになってるんだけど、固定の3票が動きやすいのはどっちもだけど、俺的にはもうちょいね、アーシャンドカーシャと白州様はね、探りたい感じもするんだよね。なのでA グループから行こうかなと思います。 A グループだ。次に誰を選ぶか。あ、ここまで決めれるのか。もう少し時間が欲しかったな。姫野美織はあの中では最年長で有利の姉でもある。少し頼りなさそうに見えるが、それほど弱くはないようにも思える。ユーリも慕っているし、あの中で一番扱いにくそうなイスルギが守ろうとしている人物でもある。ユーリはこの中では一番重要度の低い人間に見えるが、最初に消したら残る二人はどう出るだろうか。どう出るかが怖いから、ユーリくんは、二番目か三番目にした方がいいよね。イスルギは、ミオリを守ろうとしているが、恋人であるようには見えない。ただの憧れか恋心かはまだわからないが、友人であるユーリよりも親密には思えない。残る二人をつなぐ最も強い鍵である人物とも言えそうだ。イスルギ道宗を最初に消したらどうなる。でもね、ぶっちゃけ三人から選ぶんだったら、俺だったら道宗くんを最初にするかな。彼は周りへの警戒が一番強い。正義感も強く、この中では一番扱いにくい人物だ。最初に消す選択としては十分にありだろう。うわ、カナメ君と一緒のことを考えてるかもしれん。ここから誰を最初に消すか。あー、でも選ばせてはくれるんだ。なんかもうカナメ君の中で自己完結しちゃったのかなって思っちゃったんだけど。じゃあ、これは俺はカナメ君と意見が一致してるから、一宗君でいこう。すまんな。なんとなく分かっちゃった。何が。いや、なんでもないよ。それで誰を選ぶの。イスルギ道宗だ。その次は姫の身寄りと姫の有利になるのかな。まあ予想はできちゃうだろうね。どうしてそれをとは聞けない。で、特に今の段階はまあ察しのいい人とアリスだけなんだろうけど、2人目を指名した段階だともうなかなか気づかれそうだよね。答えが合っていると認めたことになる。ああ、ダメダメ、それじゃバレバレだよ。もちろん、どうしてそれをなんて聞いてもバレバレだけどさ、何言ってんのって顔でバカにするようじゃなきゃ。まずはグループを決めるって自分でさっき言ってたでしょ。まあ言っちゃったもんな。誰がどのグループかまでは話していなかったが、アリスの予想に間違いはない。
これ以上隠しても意味はない。選挙が進むうちに嫌でもバレる。そうだけど、それがどうした？いや、面白い考え方だなって。君、まともじゃないよ。一気に3人も消すことを決めちゃうなんてさ。まあ、普通に考えたらそうだよな。まともじゃないよな。あ、これ褒め言葉ね。それはどうも。じゃあ、立候補と対立候補が無事に決まったところで、僕はそろそろ行くよ。どこに行くつもりだ？何言ってるの？いつも用事が終わったら消えてるじゃないか。少し神経質になりすぎていたようだ。いつもと同じ言葉だったはずなのに、アリスがどこかへ行って何かをするような、そんな気さえしていた。これからの自由時間、思う存分楽しんでね。楽しめるわけがない。まあな。ただここから3日間なのかなって考えれば、まだ時間はあるから、できたらちょっと白州様のグループ B グループも探り入れたいよね。が、そんなことは理解しての発言だろう。ああ、楽しんで。いい心がけだね。じゃ、まったね。待て、もう一つだけ確認したいことがある。なになに？さっきの12人目について。答えないって言ったでしょ。それじゃ、もう行くよ。ミサは生きてるのか？やっぱもしかしたら、もしかするんじゃないかって思ったんだけど、俺もその可能性にちょっと思いがあったのはあるな。いいね、いいよ、カナメくん。アリス、残念だけど、ミサちゃんは確かに死んだんだ。その事実は変わらないし、変えることもできない。でも、いい線言ってたから、特別にカナメくんにだけ教えてあげちゃう。確かに12人目はミサちゃんだよ。君が知る限り、この選挙に参加する資格があるのは確かに彼女だけだからね。そういう発想に至ってもおかしくはないけど、本気でそう思っちゃうのが君の面白いところだよ。ほら、猫がいたでしょ。一つだけ仲間外れの。だがミサは死んだはずだ。うん、君だって間近で死の瞬間を見てたよね。でもミサちゃんの可能性は捨てきれなかった。やっぱり君は他の人とは違うんだね。それともただの願望？残念ながらミサちゃんは確かに死んだよ。でもミサちゃんの人格を再現することは可能だったってこと。不可能だ。あれ？おかしいな。僕が嘘をついてないってことは君にも分かってるはずなのに。君が何かを言ったことに彼女がどう反応するか、パターンは無限に見えるかもしれないけど、実際にはそうでもないんだよ。考えも思想も行動も全てを再現できるとでも？バカバカしい。例えば、君は絶対に復讐をやめないし、奉仕一華は君を愛することをやめない。どうしてそう言い切れる？なぜわかる？君たちの今までの行動からわかるんだよ。ミサちゃんの場合、ちょっと他の人より情報が少ないけど、それでも再現できる限りの人格を再現してあの選挙に参加してもらう。なるほどな。それほど長い時間お前と過ごした覚えはない。ここに来る前の話も含めてだからね。そんなに前から俺を、いや俺たちを見ていたのか？
見ていたというのはちょっと違うね。でも君たちの情報は可能な限り調べたよ。いや、それでも人間の行動パターンは有限じゃない。俺もそれは思うな。限界は存在するよ。人は空を飛べないし、知らない言語を話すこともできない。想像もできないことは実現できない。突拍子もないことを思いついても実行するには理由がいる。例えば君が今僕の限界を試そうとして、僕の予想を超えた行動をしたとする。それは確かに再現できないだろうね。でもそんな過程には意味がないじゃないか。僕が再現するのは、その人が選挙の中でどんな風に考えてどう行動するのか、それだけだからね。言ってる意味わかる？ま、わからなくてもいいよ。とにかくミサちゃんには参加してもらうし、再現できる限りのミサちゃんを僕は再現する。それだけ。限界はあるものの、やっぱりこれまでの、なんだろう、アリスのをね、何かと見てきてるから、ある程度はやっぱり可能にしてしまうんじゃないかっていう考えもちょっとはある。なぜ教えた？なぜって聞いたのは君じゃないか。なんてね、面白いからだよ。ミサちゃんが選挙の中でどう考えるのか、それをカナメ君がどう思うか、とっても興味深いじゃないか。恐ろしいことを考えるなあ、アリスも。どうせアバターで中身は分からない。そうだよね。だから最初に教えておいてあげる。アバターは毎回変える予定だけど、ミサちゃんだけはずっと同じ。仲間外れの猫ってことで覚えておいて。うわぁ、宣言してきたなアリス。それじゃあ話は終わり。有意義な時間を過ごせて楽しかったよ。めっちゃ怖いんだけど。話は終わった。疑問も解けた。気にする必要はない、アリスも言っていた。それは再現されただけの疑似的な存在だ。ミサじゃない。まあそうだけどね。そんなものに惑わされるわけがない。それだけ覚えていればいい。とにかく今は、一花と脳裏の元に戻ろう。一花に全部話して、これからの方針を決める。すべてはそれからだ。そうだな。さあ、ということで、お部屋に行くって感じだね。Ha ha ha!